ついに説教されたさ、お前が来ました。いや、君はしないよ。お前、君はしないよ。なんで背中と同化したねん。ダニャー、どうも、世界の果てまで行って…なんだろう、魔王はないこと言ってバズライトイヤーの決め台詞なんだっけ。バズライトイヤーを言いたかったんでしょ。そう、世界の彼方でしょ。あ、無限の彼方へ行ってきゅう。ちゅうちゃん、行ってきゅうだろ。あ、いい、こいつ行ってきゅうがあれ。無限の彼方、行ってこいよ。帰ってくんな。今日はですね、メンバーに説教をね、していきたいんですよ。まあね、日頃のストレスがね、まあ、あるんですけどね。溜まってんの？いや、溜まってんのよ。もう本当になんかね、まだね、公開されてないね、あの動画の写真とか上げられたり、なんかね、あのみんなそれ写っちゃいけないよっていう撮影の私物とかが写ってる写真を上げたり、そう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 、ね、なんかね、本当に誰だろうね、誰だろう、そう、洗濯物とかをなんか干すのに自分のものしか取らないで干したりとか、うち結構ちょっと溜まってるんだけど、そう、なんか今日ね、壁と同化してる人なんだ。いいな、誰やと思ったか。お前こっちが来んなよ。ゴミちゃんとゆきっぺがね、後から来るんですけど、うん、この2人ターゲットにね、仕掛けていきたいと思うんですけど、まあ、ただ説教するんじゃなくて、全裸、うん、になってるところを説教したいと思います。もう絶対服着させません。ちょっと恥ずいみたい。いや、もうそうだけど、もう恥ずいみたいな。でもね、ほんと真面目な話してるけど、かっこいい。もうガチのやつをやりたいなと思ってて、まあ基本はまあそのうちがちょっとこういう感じ、作業中にこうちょっと話があるんだけどつって、まあ、あやのにはこうサポート係で、まあ、あのちょっと連れてきてもらったりして、裸のね。で、ミオはあの怒られててください、先に。あの、ミオ怒ったついでにお前らも怒るよみたいなノリで。いや、ミオ合いの手したい。お前こいつ合いの手ほんまダメやから、本当にうるさいから。今日は怒られ役の人なの。フィクションでどんどん怒ってください。フィクションじゃない、ノンフィクションだろ。何？お前だけノンフィクション。いや、教えてちゃうから本当によろしいよ。違う違う、ガチじゃないから。本当にノンフィクション。まあ、でもね、最近はコメント欄でめっちゃね、仕掛け人の時のミオひどすぎるってめっちゃ疲れるんですよ。やめろよ。だからちょっと今日はじゃあもう怒られる側として徹しますよ今日。そうだね、オッケー、頑張る。そしてちゃんと反省してて、その中でうまいこと全裸のよユキペドグムちゃんを呼び出して説教していきたいなと思います。はい、お願いします。スミレッジには公式 LINE があります。動画の最後に出てくるキーワードを送ってくださると限定オフショットが見れますので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは説教していきたいと思います。レッツゴー。あ、今日降らへんの？でも早いと思う、みんな来るぞ。ね、それなぁ。ジェラおいしょ。なあ、ゴミちゃん、なんかさ、今さ、上でさ、キララがさ、今さ、上でさ、キララがさ、なんか、なんか、ミオン、なんかちょっと一緒に来てほしい。じゃあ、お願い、今、結構やばいかも。あ、でも、一回入ってからいい。だってまだ、あれやろ、シャワー出してんやろ。え、出してないけど、もう一瞬来てほしい、マジでやばい。え、じゃあ、タオル取って。一緒に止めてほしい。え、タオルどこ？タオル入って、でまだ入ってへんやろ。でもちょっと一瞬来てほしい。もう大丈夫、全然でいいから。いや、全然よくない。やめよう、いいから。どういうこと？全然いいから。やめよう。やめよう。ちょっと一回、ちょっと1分待って。ちょっと早く1分待って。ちょっとタオルないから、タオルとかないから、急いで、ここに急いで。ちょっと待って、
ちょっとあの来て来て、ちょほんまに急いで急いで、え待って、よちょガムちゃん、ガムちゃん急いで、いいいいいいいでも、どうも待って、どういうこと、ちょっと待って、ちょっと来て、ちょっと来て、どういうこと、じゃどういうことじゃない、え待って、1分でいい、いやそんな急い、はい、ってことでカメラ仕掛けました、あーめっちゃ見て見て、中に出てる、ちょっとスイッチをしていく流れ作っていきたいと思います、はい、ごめんなさい、本当にその説はごめんなさい、あんまりなんか大丈夫来た、あ、いいよ、今別に普通に話してた、いや普通に一回来てほしい、え、待って待って、服着てなくてさ、いや、いいよ、別にいいよ、全然気にしない、いいよ、全然いいよ、全然いいよ、一番気にする、全然いいよ、隠さないで、隠さないで、はぁ普通に全然いいから一回真面目なお話、一回別に部屋高く、部屋高くしてるし、いいよいいよ、誰も気にしてよ、もうそういうのか気にしてないから、おんなやつ、いや普通に一回座ってもらっていい、一回座ってもらっていい、ちょっと真面目なお話だから、普通にみんなと話しててマジ、あ、別に30秒ちょうだい、いや別に大丈夫、全然普通に時間だし、なんか全然いいんだけど、え時間30秒で、なんかさっきの動画とかさ撮っててさ、ミオとも話してて、ミオに言ってたんだけど、うん、全然普通に聞いてる？あの、なんかリアクションさ、なんかあ、待って、ちょっと話入ってこなくてさ、全然、うちも話してるけど、待って全然、あの普通に動画とか編集してて思うのが、なんか普通にリアクションがなんか結構舐めてるなって思った、なんかリアクションか、なんか普通になんか適当にこなしてる感がやばくて、なんか、ティーとかもなんか分かんない、分かってんのか分かんないけど、なんかもうなんか、はいはい、ドッキーねみたいなノリがすごく、そんなことない、ないんだけど、おっぱいに触るのやめてもらって、違う、触る、今、育乳する時間じゃないから、違う、あの、育たないから、もう君の胸は、いや、育つ、ちゃんと僕って言った話、聞かないからさ、服自体が頭の中で今、いっぱいでしょ、どう、まあちょっと真剣に話してるからな、じゃあ分かった、じゃあみんな裸で話し合う、そしたらいいんじゃない、そしたら全部ありのままをさらけ出して、お互いじゃあ交渉、あ、しよう、いや脱げん、いやもうだって怒られてるし、まあ、キラー、いや、あ、うちらどうだけど、さっきのリアクションはさ、ちょっと微妙だった、確かにいつもやってくれてるけど、カナイのされた時とかのさ、リアクションなんか、カナイの得意なのは分かるけど、そんな求めてないし、別に、誰ももっと、頑張るね、頑張るねじゃない、ハートじゃない、ハートつけてない、父丸出しで喋ってね、だからほら、そうなんじゃん、絶対ないと思う、だからだよ、いいよ、別に気にしてないけど、服着てきていい、服着ちゃうね、もういいよ、だって謝ったらもう終わりにするから、この話で、え、何これや、何これって別に何もないけどってことで、今日のドッキリは全裸にして説教してみたドッキリでした、カメラございます、見つかんないでしょ、めっちゃ見つかんないでしょ、そこちょっと頑張ったよ、あのめっちゃ隠しました、いやマジで、あのだから、うわ、編集頑張ります、あやだ、それはそう、編集頑張ります、ごめん、お風呂の邪魔して頑張って編集します、なあゆきっぺ、何、なあごめん、まだ大丈夫、うん、なんかさ上でさ今さなんかキララがさ若干凍ってるっぽくてさ、ちょ一瞬来てほしいねんけど、
いける。結構やばい。結構早く急いできてほしい。ちょっと待って、せめてタオル。ちょっと待って、せめてタオル。じゃあ、いつ、無理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 。いや、ゆきっぺです。話したいから座ってもらってもいい。別にあのミオとさ話してて、うん、なんか捨て身のことを話してて、うん、動画のとか話してて、うん、まあ、なんかリアクションの話してて、うんうん、私とミオ良くなかったよねさっきのみたいな、ちょっと違いずれてるよねみたいな話してて、うん、まあなんか動画これからよくするためにどうしようかみたい なんか話をしてたんだけど、うん、まあその延長線で生きての話も出て、うん、まあ、ちょっと本当になんか半年ぐらい経って、うん、なんかどういうキャラを作ったのかなと思って、うん、なんかキャラちゃんとなんかどうしたいとかはある、まあ、なんか今は突発的になんかこう面白いことを考えて言ったりとかしたりとかしようとは思ってる。うんうんうん、まあ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 、なんかやっぱりあまりにもリアクションがなかったりとかするとさ、うん、難しいのよ、うん、こっちも本当に真剣にやる気あるのかなと思って。あらあら、あるならいいんだけど、なんだろう、頭がいいことはいいアドバンテージだけど、時には思わないから、うん、なんかそこの使い分けで頭の良さも、なんか感の鋭さも、うん、全部なんかそこじゃないって感じかな。どうしようかなって思うんだけど、うん、ちょっと待ってお前裸なんだよね今。うん、えもっと裸言えよ、裸言えよ、恥ずかしがれよ。もっと今日の企画は裸で全裸で全裸で説教されたらどうするドッキリでした。おい全裸ということは、お前全裸だよ、お前全裸のけさだ、全裸やめろよ、ちょっと見てられないからしんどいわそれ、私が本気で謝るのにやるやつだから。今日一日全裸の、あ、カメラね、ここに隠してます。もうお前カメラの前で、カメラの前にすごいね、めっちゃ裸、白いな、ゆきぺはね、そこにいるからね、ゆきぺは白すぎて、すごい、なんで嫌がんない、恥ずかしくない、恥ずかしくない、そういうのは大丈夫、ちゃんと大事なところが隠れてたらいいから、そういう感じなの、だからここと、ここ隠してるから本当の V ラインこれが V ライン、これが本当の V ライン、これが V ラインね、キーワードはガチ説教でお願いします。お願いします、ガチ説教でお願いします。おいちゃんとしろよ、もうしろよ、全裸に触れる、全裸に触れる、はい、もう全裸のまま締めさせていただきたいと思います。今日のやめろよ、気持ちいいよ、今更で、おいこいつ、いいおっぱいやな、ムニムニや。はい、今日の動画が面白いと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、お願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。マジで、で全裸で女こいつ